早く起きろよ。よかった、やっと目が覚めたか。なあ、いい知らせと悪い知らせがあるけど、どっちを。なあ、オイラが悪かった。謝るから起きてくれよ。じゃあまず悪いって、いい知らせは。お、目が覚めたらしいぞ、早く見に来い。怖がらせるなよ。いや、気分はどうだ、体調はいいのか。ご覧の通り。逃げるなよ。哀れなやつだぜ、俺たちが話すのを聞いただけで。それもしょうがないこと。待てよ、お待ち。そりゃもちろん、喋れないと同族とも会話。つまりオイラたちが突然。それか、急に。おや、起きたんですね。もうお日様の光戻ってきた。ふむ、景色もき、すべてが順調。お嬢様は。そんな意味じゃなく。ああ、これは僭越。昨晩から。ええ、水中を泳ぐ鳥に島で奇妙な羽音が。うむ、それに水音や草葉。多分肉眼では見えない。占ってみましたが、水なんだか嫌な。この地に夕夜浄土を。なあ、もしかして。でもこれ。見てよ兄貴。そりゃそうだろう、俺はいろんな海域を経験してきたベテランだ。たくさんの船乗り。うんうん、こんな環境じゃなかったら。こんな環境。環境、もしかして環境の変化。うん、夢が現実になるわけないだろう。船取り。どうしたんだ。あれ、あれを見ろ。幻覚。いや、幻覚にしては一瞬で通り過ぎましたが、まさか。え、あ、その通りです、みな。あいつなんだか本当。全く驚かないとは。これが幻覚でないの。一つ方法を思い。うん、そうだろう。さ、え、そんな。でもあたいのパンチ。それよりもこうし、オイラたちに任せるんだ。おい旅人、オイラにパンチさせてくれるか。お前たちは面白いな。兄貴も知ってるはずだろ、人間は大人。そうか、それはもったいないな。おい、みんな気になるところに。もちろんだぞ。ほら。何を。もちろん俺を。おっと、名前がない。名前などもう忘れてしまった。そうか、じゃあ。お肉丸、俺に出会えたお前たちは運がいい。乗りな、生きて。やれやれ、兄貴はいいやつ。モンドの風神の。知らなかったのか、俺のヒーヒーヒー。そんなこと。それ以来俺たち。メリットは天敵がいないから。島の。まさか、ゆ、ブレモノ。ハイモンドの出た。おい、そこの稲妻のあんちゃん、俺たち同郷同士。海に出るというのは。そうだ、ありったけの勇気と。ふむ、皆も来るか。拙者は彼からは船の匂いがする。おう、オズ、また一緒に行ってみ。くれぐれも気を。見ろ、あそこに何かあるぞ。なんと。これって盆栽だよな。これは我が一族。その時はもう枯れていたのに。きっと盆栽の底には誰が植物を。つまりご先。うん、そうだ。うむ、なぜここに現れたのかまだ。わ、うわ、
この配置面白い。急がなくても。俺はどうやらこれはあいつの一族。うん、それにしてもみんな近づいてみるぞ。よし、出発だ。行こう。かかれ、どの目が出るかね。捕まえた。みんなは俺が待っ、はっはっ、もみちらの散らまく惜しみ。くだらない。命を捨てに行くか。逃がすか。風の行く先を、みんながそばに。痛がった犬を捕まえた。糸に交錯せよ。やっやくだらない。風の流れる方へ。
行こう。しっ。属性にこの家その誰か年寄りが我が楓原家はって言ってたぜ。口ぶりからして彼のおじいさんかもしれません。手合わせ願いたい。かかれ。終わりで。拙者を恐れ威力攻撃だ。風を知れ。さすが負けだ。借りなくて終了だ。戦も続け。風の行く先を、ね、行くぞ。無駄だ。行くぞ。僕を気してか。カズハ、急がなくてもいいのよ父上ここす。もう一人の声はカズハ殿のお父上でしょうか。ほう、なるほど。すべてはカズハ殿の思い出ということね。急がなくてもいいのよ。行こう。はっ。行くぞ。くだらない。
せい。いざ。風よ、くだらない。無駄だ。皆こそ。ここは迷宮なんだ。拙者はずっとこの部屋に。ここはお前の。どうやらこの目拙者を中に。この不思議な建物はなぜカズハ。おそらく拙者にとってこのような考えを。なんとなくわかるぜ。考えは相応の結果が。先ほどは盆栽に触れたことで。待ってくれ。みな、一つ考えがあるのだ。この時期のお盆はもと、その後、例の一件、曽祖父は、祖父が、それって、さよう。祖父が駆けつけた時には、それをきっかけに、祖父の影響を、この時期のお盆も、それがここに現れ、拙者は、しかし、雷電五花伝の一件で、
楓原家はその後指名手配された拙者は稲妻叶うなら、うん、このお盆の上に。ふむ、やはり盆景を作るために。ふむ、道具と装飾用に加工でき。わかった、運に任せてやってみた。確かにそうね。みんな、風の赴くままに。痛がった矢にどの芽が出るかな。かかれ、トン。やっ、風を知る。まるで奇跡だ。前回と同じ。よし、こ。行くぞ。行こう。それ。はっ。行こう。いざ。いざ。Thank you.
行こう。いざ。しっ。はいざ。しっ。これでよし。カズハ、ちょうどいい。成功だ。父上にその気さえあれば。そんなことを言っただ。父上。カズハ、家族は大切なもの、人のため。過去の一件は家に多もしいつか、そなたが対。相分かった。行こう。ご孔明は金金、今日は楓原殿にお会いするために参った。手合わせ願う。お主のような武士と戦えるとは、カズハも光栄に思うことであろう。カズハ、しかと備えよ。いざ。
いざ。いざ。なんの？風の行く先を。それ、そこだ。せい。行こう、いざ。よっ。風の流れる方へ。はっ。
せい。それ。行こう。行くぜ。拙者には。カズハ、本当に全てを諦めるのでござるか。確かに。カズハ、楓原家は刀鍛冶は我が一族の設計顔した獣がもう良いのだ。何世代にもわた家業を捨てる悪。父上、それにしばし待たれよ。俺様と勝負しようぜ。返事がねえな。まさかビビってんのか。お主らごとき楓から手の相手取る資格はない。行くぞ。楓から手は衰退してしまった。カズハの声だ。あや、違う。こいつは多分ただの。もし拙者がもっと優れた武芸を有していれば、きっと父上の力になれたであろうに。ならぬな。家のことで頭がいっぱいで、またうっかりやってしまった。春の野に霞たなびき、うらがなし。この夕陰にうぐいす鳴くの。できぬと知りながらなそうとされているが、それでも行き詰まっておられたことはない。やっぱりまたここに閉じ込められてたんだ。オイラたち、人気はすっかり減り、お主らが見たのは。でも元気。それには今のカズハと。確かに。それは今の稲妻を離れて昔の自分、人生の道。拙者の思っていた。それじゃあ好き。くがいい。ここだ。はっ。ふん、悪くない品だ。くそ、これ以上。くそ、これ以上。行くぞ。なんなんだよここ。没落した。あちこちこ行こうぜ。
せい。若様、私たちは最後の資本人なのですよ。本当に皆を追い出されるのですか？誰が。心配せずとも、自分の世話くらいできる。まだお小さい頃に奥様が亡くなられ、今は旦那様まで。残されたのは若様ただお一人。もうこれが最後になると思いますが、若様、くれぐれもお体にはお気をつけて。そう、楓原家はついに拙者の代で解体してしまった。だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような功労の身が拙者には合っているのだ。神の目は神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も持っている。だが神の眼差しを向けられるのは必ずしもいいことばかりじゃないよな。かもしれぬ。家を。メガリレーである。神の目を持つ者はおとなしく渡せ。おい、こっちだ、急げ。はし、いざ。行こう。いざ。わけなど聞かずとも、メガリレーに抗う者たちの気持ちはわかる。願いは我々の心に隠された最も純粋な力、失ってはならぬ。やむを得ない時が来ればここを立つでござる。くだらない。将軍様は御前試合をされている。関係者以外立ち入り禁止だ。待て、こいつ神の目を持っているぞ。こいつを捕まえろ。逃がすな。行くぞ。
誰だ。隊列ガンザン仕掛けるぞ。みんながそばに行く。それそこだ。誰を合わせ願いたい。風の中雲の行くごと拙者を拙者を拙者を。かつて自分に問うた善と多難な流浪の旅になると承知で、それでも行くべきか、いずこへ、そしていかにして。命を捨てる。みんなは俺が新天道地天道万象。やはりダメだった。やはりダメだったか。無駄だ。お前が楓原か。お主。そらもちろん。ただ祖父は生前リーユへを観光し、降りそうでござるな。この雨が止む時は来るのであろうか。おい止まれ、抵抗すると痛い目に遭うぞ。そうか、知らなく惜しみ。拙者は勝ったか。負けた。天理チョーク。剣女万弱。冒険だ冒険。手を合わせ願いたい。みんなは俺が。風を知れ。無駄だ。逃がせ。拙者。おい、あんた。海賊か。はい、そう。くだらない。あそこにいるぜ。カズハ、見つけたぞ。ちょうどいいところに来てくれた。拙者楓原家の盆景を年月をかす。しかしかま、この元気先生術ねえ。お嬢様はこんな景気盆景を目にした瞬間、この可能性に思い至った。あの時期のお主らのここは心が情と苦、ただそれゆえ。しかし拙者の心の、じゃあカズハがやりた。ふむ、お主らは人生でも拙者は拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心。無我、無根、無念、無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至るところに故郷はあるのだ。疲れ、何でもないわ。お嬢様。オズ、
失礼いたしました。ん？あんたら拙者が私もてみんなこんなに積極的なんだし、そんなに大に工場殿下気づいていまよし。これだけあれば十分だな。すごい心新エンドのうんふむ、お主らの花まるで拙者カズハ、うむ、しかし拙者あたいもだお前もしあたいにもしかしそれはなんて、あ、そうだ、せい今日の変わった建物と返事はない。金融野郎のやつ、旅人、それにパイもここにいましたか。モナだフィッシュルはこなんで、まだ結論、私が言いた水裏の場見えないのに素人にすると、おう、そうですね、あなたと一緒、あなたは数多くの、そういえばまあそれは手を組むはいはい、本当か、そうでしょう、何でもいい、ほほん、とにかく